ここは大分県国東半島、青汁一番生搾りの主な原料である大麦若葉とケールは契約農家の皆さんによって栽培されています。契約農家の方々の努力によって徹底した管理栽培が実現し、品質の高い青汁一番生搾りが生まれています。それは好きですぎて、何回も好きですくわな。好きですぎて、その後にロータリーかけてな、それから今度は堆肥を振る。一回堆肥を混ぜ込んで、その上に今度はまあ10日ぐらい置いて、駆動石灰やって10日お金を割りきな。もう麦専門の畑にしてる。もう15、6年。もうこの畑、これだけ、青麦だけのあれ。他の作物と作られません。農薬を使った栽培に比べ、3倍以上の手間がかかる無農薬栽培。青汁一番生搾りは、そんな手間をいとわず、丁寧に作られた野菜によって出来上がっています。青汁一番生搾りは、刈り取った直後から失われていく SOD 酵素や栄養素を逃さないために浅摘みし、すぐに最新設備工場で生産が始まります。運び込まれた大麦若葉は早速国東半島の天然の恵みである地下300メートルから汲み上げた地下水で徹底洗浄。他の青汁とは違い、薬品はおろか熱を加えた殺菌は行いませんから、栄養を低下させず安全でみずみずしい大麦若葉を保っています。一般的な青汁は野菜を砕いて粉末にしていますが、青汁一番生搾りはそのまま搾った本物の青汁。そのため野菜の栄養素をガードしている細胞壁を丁寧に細かく砕くことができます。ですから青汁一番生搾りは他の青汁や生野菜をそのまま食べるのに比べて高い栄養吸収率を誇っているのです。このスティック一つにはビタミン C は人参の約 5.7 倍、カルシウムはかぼちゃの約16倍、ビタミン E はトマトの約27倍、カリウムはトマトの約17倍が含まれています。また青汁一番生搾りが他の青汁に比べて美味しいのは独自の粉末化の技術にあります。他の青汁は栄養成分が変わり茶色になってしまいますが、真ん中の青汁一番生搾りはそのまま体に優しく吸収されます。搾りたての青汁の粉末化は高い熱を加えずに低温で短時間で行い、生の野菜のみずみずしさを徹底保存。そのため野菜のえぐみや青臭さのない美味しい青汁一番生搾りが誕生したのです。味、品質は全ての工程から採取されたサンプルを徹底的に分析、厳しいチェックで安心安全な青汁一番生搾りが生まれています。